人生100年、よよく聞く聞ワードですよねこの人生100年の中で今日は仕事とプライベートの充実という課題について計画をベースに考えてみようと思います。ポイントは長期的な視点とそれから人とうまくやっていくために人を動かすというこの2つです。皆さんは現在家族を含めて部活動あるいは学校のクラスなどいくつかの組織に所属していると思います。 その組織のメンバーと力を合わせて協力していくというのはなぜでしょうかそれはそれぞれの組織の中でこうありたいという目的がありそれに進んで活動しているからなのではないでしょうか人間が一人でできることは限られていますですから人と協力してなんとかその目的を達成しようとするときに組織が生まれますではその組織の中でうまくやっていくにはどうしたらいいでしょうか 自分がやるべき仕事をしっかりやるそれだけでは足りませんもう一つ大事なことは人に働きかけるということですこのグラフは私が共同研究者と実施している調査から得られたデータをもとに作ったものです左側は理想右側は現実を表していますこれは働いている人たちに一日の生活をどのように使っているか仕事それから二つ目子育て 3つ目家族などのケア4つ目家のことそして自分のことこの5つについてどのように配分しているかを回答してもらっています見てもらうと分かるように現実には一日の半分を仕事で占められていますそして40歳にもなるならば自分のことに占める割合はほとんど取ることができていませんこのように人はさまざまな組織の中で限られた時間の中 いな役割を果たしていますですからそうしたいろいろな事情を持っている仲間と一緒に頑張っていくとするとそんなに簡単にはいかなくてその時に大事になるのが人に働きかけてて動いいもらうということとこです長い人生においてはより豊かにそしてよりよく生きようとする際に今この現在だけを考えていてはちょっと足りません。先のことまで見据えて 人とよりうまくやっていけるかどうかそれを考えていくことによってより良い人生につながっていくでしょうその人とうまくやっていくということについてのヒントが経営学の中にはたくさん詰まっています。<laughs>